皆さん、こんにちは。こんにちは。週末雪が降らなくてよかったですね、今日ね。ちょっとなんか降らなかったら寂しかったかな。そうそう、うん、やっぱ雪景色ちょっと見たかったかなって感じ。というか写真撮りたかっただけでしょ。まあそんな感じね。はい、ということで、はい、一応朝5時頃目覚めて外見て雪降ってないことを確認してもう一回布団の中入って寝ました。全然子供のようでございます。はい、子供でございます。ということで、今週の新着商品のね、はい、今日ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、まず最初に生地ですね、はい。フィンランドから届いたマリメッコとか、はい、可愛い花柄の生地のご紹介をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。まず最初にシックなマリメッコの生地からいきたいと思います。はい。で、生地、耳含めて、左右上下すべて縫製されております。生地コンディションは最高にいいですね。です、大変良好でございます。はい、で遠目に見ると 何だろうと思うんですけれども、こう手書き風のこう黒の色でこう数字が書かれてます。はい、名前はこちらに出ます。はい、でこうやって、じゃちょっと雑用係さんお願いしますね。はい。はい。何の勧誘だったんですか。なんか健康食品の勧誘でしたね。そうですか。はい。でテーブルクロスにやるとこんな感じでございます。はい。はい、で白黒ベースだから何でも合わせやすいですね。そうですね。はい。すごいシックな大人っぽく。で壁に飾ったりお部屋の仕切りにも大変有効でございます。はい、よろしくお願いします。でこちらも結構シックですね。はい、渋いです。で、白黒ベースにグレー系の濃淡、ベージュ系の濃淡で表現した素敵なパターンですね。はい、ちょっと2箇所ほどちっちゃな穴が開いてございますので、コメントの方をご確認ください。はい、こういう形にも、ね、いいですね、すごいね。いいですね。うん、はい、ぜひお部屋の模様替えに、どの生地でも、はい、季節でも OK です。はい、よろしくお願いします。でこちらもメーカー不明でございますけれども、フィンランドの生地と、はい、すごい色が鮮やかで綺麗ですね。なんかもう春から初夏にかけておすすめですね。そうですね。お部屋がこんな明るくなります。なります。で、四方はね、切りっぱなしなので縫製してもいいですし、はい、私だったらこのままテーブルクロスさせていただきたいと思います。はい。はい、すごい。お部屋の仕切りにもいいですかね。うん、こんなイメージでございます。イエロー濃淡ですかね。そうですね。イエローの濃淡。はい、薄い濃い、はい、これからのね季節パッとお部屋が明るくなります。はい、でこれはマリメッコの、生地でございます。はいはい、ちょっと派手というんでしょうか、軽いというんでしょうか。軽いですね。ね、いろんな色で模様が描かれてます。でこちらは耳含めて四方が、耳ですね、左右が耳で上下が縫製されておりますので、そのままね、壁に飾ったりとかテーブルクロスとしてお使いいただくことができます。はい、どうですかね、こんな感じ。こんな感じね。あ、これもいいですね、パーティーとかにもね。うんうん、1992年の、商品でございますけれども、非常に発色も鮮やかで生地コンディションも大変良好。はい、今耳に書かれてるものを棒読みしてましたね。はい、でお部屋の壁に飾ってもこんな感じで素敵です。いかがでしょうか。ちょっとこう階段を上がったところなんかやってもいいですね。あ、いいですね。はい、そういうお家がいいわ。はい、次に行きたいと思います。でこれもメーカー、こちらメーカー不明でございますけれども、フィンランドの結構古い布になります。で左右が生地になりますから、生地幅がこんな生地になり、耳になりますってことですよね。左右が生地の耳になりますんで、この生地幅のになります。で、プランターとか
文房具とか玉ねぎとか太陽とかサボテンとかお花もありますね。お花もございますね。そういうものがパステル調で描かれた素敵なパターン、ね、はい、これタペストリーみたくしてもいいですね。いいですね。これちょっと壁飾りに非常におすすめですね、はい、あの上が縫製されていてここに何か通すことができるようになっているので、うん、あのそのままお使いいただくことができます。非常におすすめですね。リビングとかキッチンには非常にいいですね。はい、いいですね。これ2枚あるんですよね。同じものが、同サイズのものが2枚ございます。はい、よろしくお願いします。こちらはご存知の方も多いと思います。マニメッコのムイヤのブラウンになります。はい。はい、もう廃盤になっているものですので。2010年のもう廃盤生地でございますので、このからは多分もう手に入らないと。で、新譜、未使用の新譜になりますが、あのプリントミスがあったりとかコンディションがあのございますので、必ずコメントの方からご確認ください。はい、ちょっとね、ポーチ作ったり小物制作にいいと思います。はい、小さいもののポイント利用におすすめですね。はい、何かと合わせるという感じ。はい、よろしくお願いします。はい、でこちらは、メーカー不明ですがフィンランドの、生地と。フィンレンソンっぽい。フィンレンソンっぽいですね。はい、これもね、あのもし知ら分かったらね、うん、ちゃんと木曜日までメイクするんですよね、雑用係さん。分かったらですね。調べたら。はい、で、白ベースに赤と、イエロー、グリーン、ブルーで表現された非常に明るい。はい。テーブルセンターなんかにもいいですね。おすすめです。で、下が耳で。四方が縫製されてますね。三辺が縫製されております。三辺ですね。で、同じものが2枚ございますので、サイズは同じなんですが、耳のある方向が違いますので、はい、コメントの方からご確認ください。これ縦でもいいですよね。縦でもいいですね。で、これ棚のこうちょっと目隠しみたいなのがいいですね。子供部屋なんかも、うん、いいですね。はい、はい、こちらもフィンランドからの布で、フルーツ、はい、メーカーは不明です。はい、フルーツに、お花が描かれた色鮮やかなパターンですね。はい、いちごとかレモンとかですかね。はい、あと2枚ございます。ちょっとサイズが違うんですけれども、はい、で、あの生地コンディションが別々それぞれ異なりますので、必ずコメントの方をご確認ください。はい、で、両側が耳ですので、これが生地幅になります。はい、こんな感じです。はい、私の手の中テーブルセンター、センターにもいいですね。はい、で、ちょっとフルーツレスのキッチンとかにこういう、いいですね。いいですね。はい、はい、色とご利用ください。はい、次はこちらマリメッコになりますかね。はい、マリメッコになります。はい、で、両側が、ロックミシンでほつれないようにそういう処理されております。はい、で、上下が切りっぱなしになります。はい、で、カラーのベースはおそらくグレーに見えると思うんですが、グレーに少しブルーが入ったような落ち着いたのがベースになっておりまして、で、ピンクのお花という感じですね。はい、で、ちょっとしたテーブルクロスにもテーブルセンターですね。はい、いいですし、こういう感じでちょっとパネルにしても、パネルにもおすすめですね。すごいピンクがね、とてもこうほんわかしてて、すごくこう愛しい色というか、はい、柔らかいピンクです。はい、同じものは2枚。はい、2枚ありますので、まあ、若干サイズが違うかもしれないので、よくコメントの方を見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。こちらもマニメッコの生地になります。はい、ドライトグリーンの濃淡で表現されたパターンですね。はい、テーブルセンターの、そうですね、これ全部切りっぱなしですね。はい、四方四方全部切りっぱなしでございます。はい、こういう形でもいいですし、これね、パネルだったらね、とても素敵だと思うので、いいですね。はい、お部屋に合ったサイズのパネルで作ってみてください。はい、小さくしても有効かもしれない。あ、そうですね。ちょっと小さくするとこういう形になります。4分の1でこの大きさですから、これで 4枚4枚使いたい。お得ですね。はい、お得感ありの生地ですね。はい、はい、こちらもフィンランドからの布になります。はい、メーカーは不明ですけど、今までも
販売させていただくこともございます。小花柄のね、可愛い、そう、大人気のパターンでございます。はい、このピンクもね、うん、素敵ですよね。はい、今まであの木なりとか、あと木なりにグリーン、ブラウンとか、はい、ちょっと熱風があるんでしょうかね。熱風もあるパターンもあります。これはあんまりないかな。これはない方ですね。ない方ですね。はい。で何枚かご用意させていただいているんですが、はい、歯切れになってたりサイズがまちまちいろいろですので、あの写真の方、コメントの方を見ていただければと思います。はい、ちょっとね小さいものを作るのにいいですよね。ここの製作に有効ですね。あのティッシュケースとかもいいですよね。いいですね。ポケットティッシュ。はい。はい、おやつマットにもおすすめですね。そうですね。はい、はい、よろしくお願いします。こちらムーミンですね。音楽でこう踊っている。楽しい絵柄ですね。はい。これこちらも人気ですよね。でこれ2000年よりちょっと前 の, あのフィンレイソンにあの版権が移る前のブルースの時代のムーミンになりますので、それ味わいがあってね。はい。いいと思います。はいポーチ作ったりね。ポーチもいいですね。大きさ的にね。いいですし、これ切り抜いて、コースター。意外とね、こうキャラクターをこうくり抜いてそれ作ったりすると意外と。かわいい。ムーミンだけじゃなくて、この猫さん、トラさん。これもかわいいね。かわいいですね。はい。はい。お願いします。で、こちらもブルースの、生地でございます。で、ベースがライトグリーン。はい。ねお星様があったり、ムーミンパパ、ムーミンママ写ってますね。大きさ的にこれもポーチなんかの小物製作に有効ですかね、うん、はい、はい、いいと思います。テーブルセンターもいいかな。そうですね、かわいいね、かわいいね、うん、また真上から見るとまた違った形、うん、棚もちょっとやってみましょう。はい、こういう形、うん、はい、よろしくお願いします。はい、こちらもかわいいピンクのムーミンの生地、ムーミンのパターンが非常にちっちゃいですから、かなり小さいものなんかもね、はい、いいと思います。有効ですね。もちろんテーブルセンターにも有効でございます。ね、あの何種類みーちゃん向いて可愛いですね。可愛いですね。はい、こちらもムーミンの、はい、ブルースになります。そうですね、これも古い時代のムーミンになります。あの後でコメントの方にも写真とコメントともに入れておきますけれども、折った跡がこの辺に残ってますんで、だからそれ避けてこうパネルを作っていただくのもいいですし、ここを正面にしてちょっとこう、うん、バッグ、うん、カバンもいいですよね、うん、リュックサックとか、うん、はい、でもちろんまあこのままテーブルセンターもいいですし、いいですし、もしそうするのであればこういう感じパネルにして、あ、いいですね、いいですね、かわいいです、はい、で左右が生地の耳で、はい、上下が切りっぱなしとなります。はい、よろしくお願いします。じゃあ、最後の生地のご紹介ですね。はい、でこちらは、メーカーは不明なんですけれども、よくフィンランドで見かける丸ですね。丸ですね。丸のテーブルクロスでございます。向こうやっぱり丸のテーブルが多いでしょうかね。か、あの四角いテーブルでも、ちょっとご覧、うん、こんな感じでこう中央に敷いていただくと、なんかこれはこれでね、なんか非常に素敵ですね、こういう使い方。うん、ですね、うんうんうん、で。これはじわ、あのトーンを落としたようなピンクで、そこに白で、あのムイヤっぽい、なんか可愛 い,、うん、かわ い, い小柄、ね、あとドットのパターンがございます。可愛 い, いですよね、はい、で周りはバイアステープで縁取りされて、うん、縫製されている既製品ですね。そうですね、すぐ使えますね。すぐ使えます。はい、でたらちょっと一箇所、はい、シミとかですね、うん、ボールペンでちょっと書いたような箇所もございますので、お買い求め前には必ずコメントの方を読みください。はい、大きさ的にはこんな感じですね。すごい、なんかこれから春の季節にね、うん、春っていう感じで、とてもいいと思います。おすすめでございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。以上、あの記事のご紹介です。はい、はい、
あとは詳しくはこういろいろとね、コメントの方に書かせていただきますので、はい、そちらをぜひご覧いただきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。